はい、全国のドローンを愛する皆さん、こんにちは。プロドローンインストラクターの橋本龍です。今回はディップス、国交省に無人航空機の飛行の許可申請を出すためのシステムの解説をしたいと思います。で、まずはご覧いただいているものがディップスのトップ画面ですね。この中で最初の方は左側の初めての方へというところで、個人なり企業団体なりの形で登録をしていきます。利用規則にのっとって OK でしたら同様して、登録を進めていきたいと思います。まあ、今回は私は登録しているのでキャンセルということで登録はしません。仮にこれが企業でも同じ画面に出てきますね。企業名とか代表者の指名等を入力する項目が増えるということですね。はい、こちらも1回キャンセルをして、はい、トップに戻っていきます。はい、それではですね、私のログインアカウントを使って、ログインをしていきたいと思います。はい、いつもこのログイン申請者 ID 分かりにくいし忘れてしまうので、何か公開できないところで、記録をしておくといいかもしれないですね。はい、こちらがログインした後の、DIPS のメニューです。で、最初に皆さんがやらなければいけないのが2つ、1つは無人航空機、機体の登録ですね。それと皆様の操縦者の情報の登録を必ず行う必要があります。この2つがないと今後の申請書の作成ですとかそういったものができませんので必ず行ってください。それでは操縦者情報の登録をしたいと思います。今ね、自分の登録があるので新たに登録の項目、画面を出していきたいと思います。で、ここでまあ、ありなし、いわゆる、この国交省のホームページに、認定登録団体として記載されているかどうかのありなしがあるので、ある方はある、ない方はないという形で載せておいてください。はい、で、こういうような形の内容ですね。まあ、氏名とかなと住所、これは必須になってますね。それと登録団体どこがあるんですかというと、そして登録団体、技術認証の有無なんですけども、ここでも基本、夜間目視外、物件等価という、あと区分なしというものが選べますので、そういった内容をクリックして登録に進んでいくという形ですね。夜間飛行に関してもある程度の時間、も必要ですし、物件等価については、回数必ず規定以上のものを練習していかないといけないというところですね。はい、まあ、この認定団体によるものなので、ここで認定団体を選んで登録をしていくというものです。はい、そして、皆さん用意しておいていただきたいのは、その認定団体証ありますよね。どこにあるか、こういうものですね。 DJI のインストラクターですとか、ジュイダーですと無人航空機の、操縦技能認定証、こういったものですね。あとは認定スクールの講師証、まあ、講師証は登録にはあまり必要ないので、まあ、基本的にジュイダーだったらこの無人航空機の、操縦技能証明書ですね。あとは DJI キャンプで一般の方々でしたらこの、私の場合はインストラクターのものな、資格証になってしまうんですけども、一般の方でしたらスペシャリストの資格を、持っていればこういった、証明書をですね、スキャンもしくは、スマートフォンで、できるだけ画角に合わせて撮影をしておいてください。じゃあ続けていきましょう。はい、そういったものを載せて参照のところで添付するということですね。で、そのいくつかその後、まあ、1、2番とうまく進んでいったら3番、4番、5番、6番、7番、8番という項目のイエスの、もしくはどちらでもないというものなんですけども、こちら上から説明していくと、10時間以上の飛行経歴を有してますかというところで、これ基準内容のところにマウスを載せる、オンマウスオーバーにするとそこの概略が載っています。DIPS に関しての DIPS に登録でき承認を得るための申請ができる、に足りる、条件というのはまたご要望があれば別の動画で掲載をしていきたいと思います。ここでいうところの3番というのは10時間以上の、無人航空機の実績ありますかと。で、
注意点なんですけども、これ、マルチコプターだけだったら回転翼航空機で、固定翼であれば、飛行機、グライダー系であれば滑空機、飛行船であれば飛行船ということで、各々従事官がないとその機体では認められない、ということになりますので、必ず目的とするものは、それの10時間以上の実績を作ってください。わからない点があったので、なんだろうなと思って考えたんですけども、いわゆるチルト機ですね、オスプレイタイプのものってどちらなのかなと思って国交省に問い合わせたところ、回転翼航空機に該当するということでした。はい、安全に飛行するために必要な知識を有していますかというところですね。ジュイダですとか、認定されている団体のスクールを受講された場合は、ここすべて、足りる訓練をしたと認められているので認定を受けているんですけども、ちょっと細かく考え、まあ大雑把ですけども、どんな項目があるかっていうのを説明したいと思います。まずはですね、飛行安全、安全飛行に関する知識を有してますかというところで、実は知識も必要になってきます。飛行ルール、航空法や小型無人機等飛行禁止法などの知識、これ飛行のルールですね、それとガイドライン、それとですね、気象に関する知識も必要になってきます。この気象に関する知識なんですけども、決してその気象予報士級に知識が必要だということではないです。どういった風の吹き方がする場合はどういう傾向にある、もしくは天気図とはどういうものか、あとはですね、天気予報の見方ですとか、私の場合は講義なんかをする場合は、こういったアプリを使うと分かりやすいですよといったものですね、一般情報から得られるような飛行に関する知識ですね、でその際にガイドラインや、マニュアルに沿った飛行ができるかどうかという判断のための知識です。そして無人航空機の安全機能ですね、フェールセーフ、例えばバッテリー残量が何パーセントになった時にどういう動きをドローンがするのかですとか、あとは衝突安全装置の機能の、トリガーになっているものはどういうセンサーでどんな時に効くのかというような知識が必要になってきます。それと取扱説明書に記載された日常点検項目というところで、取説に記載されてない場合でも日常点検項目というのは必要になってくるので、そういった点検内容も必須となっています。もう一つ、まだまだ続きますね。はい、自動操縦システムを装備している場合には、操縦当該システムの構造及び取扱説明書に記載された日常点検項目というところが出てきますね。こういった内容も100% ではなくても 100% に近い状態で把握する必要があります。無人航空機を飛行させる際の安全を確保するための必要な体制ですね。この体制というのも、例えば一人で飛ばすという場合、まあ、あまりないと思うんですけども、まあ、安全運航管理者というのはどういう形で、航行の安全を守るものですよとか、遠隔操作において、補助者というのはどういった配備をするのが最適かという知識ですね、それと飛行形態に応じた追加基準ですね。この追加基準については、まあ、飛行エリアとか、飛ばし方によって、この追加基準というものが必要になってくるので、そういったものの知識を備えてなければいけないということになります。で4番も分かってきたということで、5番ですね、安全に飛行するために必要な一般技量を有していますかっていうところなんですけども、これ技量ってちょっと分かりにくいと思うんですけど、技量というのはどういうことかというと、安全に関わる、点検等の、知識や訓練がされているかというところですね。はい、まずは飛行前に次に挙げる、確認が行えることということですね。周囲の安全確認、燃料またはバッテリーの残量確認、そして通信系統および推進系統の作動確認というふうに書いてありますけども、通常例えば何か行動を起こす際に業務で行う場合っていうのは安全点検を行いますよね。これドローンにも全く同じことが言えまして、これは例えば前よし後ろよし右よし左よし、飛行する空域の確認、空域よし
という確認ができているかということですね。それとバッテリー残量、特にリチウムポリマー系、リチウムイオン系のバッテリーというのは 35% 未満になると著しく電圧の低下が早くなると言われています。そういった知識ですとか、あとは、まあ、残量ですね、バッテリーの残量、あと何パーセントあるかなというところで、まあ、通常 100% 充電のものを使うのが基本とされています。通信系統や推進系統の作業確認ですね、通信、これ電波の状態どういうふうに確認するのか、DJI GO 4などのテレメトリーシステムですねで、確認することも可能ですし、場合によってこれはマルチャンネルから固定チャンネルに変えたりとかですね、あとは、テレメトリーに送られてくるカメラの伝送状態ですね、これビットレートを下げて遠方からでも遅延なく、できるだけ遅延なく、送信ができるように設定をするとか、そういったことを言ってると思います。推進系統というのは、まあ、基本的にはマルチコプターにおける推進系統ですとモーターおよびプロペラというところになりますので、特に DC モーターでオープンタイプのものですので、中に塵ほこり小石がですね混ざることもあるので、そういったものの確認をしなければいけないというふうになっています。6番ですね、はい、安全に遠隔操作するために必要な一般技量を有していますかというところです。ここで初めて、皆さんの操縦技量が、問われるというところになります。でここに書いてありますけども、 GPS 等の機能を利用せず安定した離陸および着陸ですかね、ちょっと画面を、ね、小さくして 見づらいんですけど、ができることと、また GPS 等の機能を利用せず安定した飛行ができること、まあ、離着陸および飛行航行ができるというところですね。で具体的に飛行というのはどういうことかというと、上昇や一定位置高度を維持したホバリング、まあ、これは回転翼航空機に該当するものですけども、それと前後移動や水平移動、水平方向の飛行ですね、まあ、左右とかね、左右旋回のことですね。あとは下降というところです、まあ、および離着陸というところなんですけども、航空局標準マニュアルにどういったトレーニングをしますというのが載ってますので、そこに必要たる技量が載ってますので、これまたちょっと別の動画にして説明をしていきたいと思います。そういった内容が遠隔の操作の条件となりますので、ここはきっちり押さえておきたいところですね。はい、続いてですね、7番目、安全に自動操縦するために必要な一般技量を有していますかというところですね。これ面白いですね、一般って出てきますので、これはあくまでもボトムラインですよという意味での一般という表現じゃないでしょうか。これは私のあくまでも個人的な推測です。自動操縦ってどういうものかというと、自動操縦システムにおいて適切に飛行経路を設定できること、飛行中に不具合が発生した際に無人航空機を安全に着陸させられるよう適切に操作介入ができること、2点ですね。一つは例えば DJI GO 4、もしくはメインで使うのは DJI GS Pro といった、プログラム飛行、航路設定ができる飛行ですねというもののアプリの操作のことを言っています。この操作が明確に、把握して設定ができるということを最低条件としています。またですね、自動航行、例えばまあ測量飛行なんかはほぼ自動航行なんですけども、その際に想定をしなかったような空域内で想定をしなかったような障害物や飛来物、鳥などですねが起きた時にパッと自動航行をやめてマニュアル操作ができるということに、操作介入ができるというようにトレーニングがされてますかということです。じゃあどんどん、続いていってみましょうね。今のところ全て自動操縦を行う場合を含めたら、全てはい、イエスの方、一番左の方ですねにクリックしていく必要がありますね。でまずはそしてこちら、はい、こちらですね、総飛行時間というところに時間を入力していきましょう。まあ、例えばここ総飛行時間が10時間というのが国交省から許可をいただくための最低限の時間数ですの で、まあ、それ以上の飛行をしなければいけないということですね。で私の場合は現在だと多分650時間くらいですね、ちょっとログ見てみないと分かんないですけど650時間ありますよと。そのうち夜間飛行がまあ10時間ありますと。で、目視外飛行が20時間ですかね。物件投下の回数が、はい、5回という形にしています。
はい、まあ、こういった形で登録をするんですけども、ざっと見てこれで OK だなというと、で飛行可能な機体を選択してくださいというところで機体の選択を行っていきます、ね、機体の選択をしたら OK を押して、まあ、閉じると、閉じるボタンしかなかったですね、閉じていくというものですね。はい、で本来でしたらここから登録をするという、ボタンをクリックするんですけども、私の場合はもうすでに登録されているのでここではクリックをせずに、いきたいと思います。でまたトップ画面に戻って、無人航空機情報の機体の登録、まあ、登録ですね、行うんですけど、常にずらっと並んでますが、これは私がまあ以前申し込む申請をするために飛ばせる機体を全て登録してあります。ですのでこういった形ですでに乗っていると。で皆さんの場合には初めて登録する場合はここに何も乗ってませんので、左上の2つのボタンからいずれかを選んでください。通常の場合ですとホームページに記載されている無人航空機上の方ですねをクリックして登録していきます。それは別途ホームページをご覧いただければ、DJI のほとんどの機体、それと他のメーカーさんの機体も載っています。それ以外でしたらそれ以外の方をクリックして登録してください。で登録に関してそれ以外の機体の場合はマニュアルですとか取説ですとか、そういった細かいものも求められるので、そういった準備も必要です。申請書の作成過去新規に移りたいと思います。でこちらご覧の通りに、業務もしくは業務以外というふうに書いてあるんですけども、業務の場合は必要なものをクリックしてください。で今回は業務以外に関しては説明をしておりません。なぜかというと、私の場合業務以外で申請もしたことないですので、ちょっと内容がわからないというところと、これご覧の方々というのは私から考えると、まあ、できれば業務で飛ばすための事前の知識を得るために見ていただきたい動画なので、業務に特化して説明を、していますので趣味の部分は省いております。それではですね、続いてこの業務に必要なところで、まあ、空撮ですとか測量ですとか必要なものを選んでください。で測量業界の方々は測量というところのクリックと事故災害対応等というところもクリックしていくといいかもしれません。測量業でドローンを飛ばせる方々ですと、まあ、地域の防災協定なども結んでいるかと思うので、そういった際は事故災害対応等、そして飛行許可が必要な理由を次から選択してくださいというところ、これ何を説明しているかというところ、飛行エリアをここで選択しています。ただですね、地表水面から150メートル以上および空港周辺については今回説明している包括申請では受けられないので、別途都度申請が必要になりますので、ここでクリックところは人家屋密集地の上空というところを選択していきます。で続いてですね、カッコ2というところですね、カッコ2、これは人物件から30メーター未満の距離、そして夜間飛行を、そして目視外での飛行、これをチェックしておく必要があると思います。まあ必要に応じて、例えば農薬散布の場合ですと物件等かというところにチェックを入れてください。でここで補足なんですけども、下にですね、年間を通じて飛行しますかと、まあ、3番ですね、そしてイエスノが出てきます。で都度申請の場合はここいいえにして、開始日と終了日をセレクトしてください。で年間を通じて都度申請ではない包括申請と言われているものに関してはここはいにして、開始日だけカレンダー情報から入力してください。でさらにその開始日なんですけども、申請を行う前の10会場日前、だと思いますには、申請をしておいてください。で10会場日前には、申請をしておかないと承認を得る期間が遅れる場合がございます。はい、ということで次に進んでいきましょう。で、ここで、まあ全国なのか、その他の地域というのは、例えば、私が住んでいるところは群馬県全域ですとか、群馬県および埼玉県、もしくは東京近郊だけであれば東京都、神奈川県、千葉県全域というような形で、記載してください。東京航空局の管轄と大阪航空局の管轄が絵に示されてます。 DIPS ではなくて国交省航空局のドローンのページのところにも、これ細かくというかもうちょっと大きく載ってますので、そこを参考にして申請をしてください。続いて機体の選択というところが出てきましたね。今回は様々な機体を登録してますけど、 Mavic 2 Pro 機体を登録してます。ところがですね、ちょっとご覧ください。ここ上の部分にで登録ボタンを押すと
赤でアラート出てますよね。これ何かってちょっとよく読んでみましょう。あ、家屋の密集中地域の上空の場合は適合基準が申請基準に満たしておりませんということで、何か追加しなければいけないんですね。ということでこのオマビック2プロの右側に出ている追加基準というところをクリックしていきます。でいわゆる DID 地区で、必要な追加基準というのはプロペラガードもしくはプロペラガード等を装着していないが飛行の際は飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配備して第三者が飛行経路内ですね立ち入らないよう注意喚起を行いますといういずれかを選んでください。私の場合はよくこの2番目真ん中のところですね補助者を配備しています。一般的に DID で飛行させる場合というのは別途いろんな注意が必要ですのでこれもまた別の動画、さらにですねガイドラインとも変わってきてると思いますので、プロペラガードをしたからといってどう飛んでもいいというわけではないので今回その詳細は省かせていただいて、次に進みたいと思います。仮に一般的な方々でしたらプロペラガードを装着して飛行させるというところで、チェックを入れるんですけどもその際に必要なものはプロペラガードを装着したドローンの写真です。その写真も、テープこの参照してですね一緒に申請しなければなりません。次に自動操縦システム、これメーカー指定の自動操縦システムですよということで私の場合は DJI GS Pro を設定しています。でその際も DJI GS Pro の画面ショットおよびそのプロポに装着して写真も撮っておく必要があります。アプリがちゃんと映り込むように反射しないように撮影をしてください。まあ、そういった場合は PL フィルターなんかも役立てるかもしれないですね。はい、そして機体の登録が完了できました。はいですね、はい、そういったことで機体の選択、操縦者の選択も終わりました。続いて使用する飛行マニュアルの選択に入りたいと思います。でこの使用する飛行マニュアルの選択なんですけども基本航空局標準マニュアルを使用というところをチェックしておいてください。なぜかというとその他のマニュアルを使用してもその他のマニュアルというのは標準マニュアルと同等の水準ですかという項目に後からチェックしなければいけないので結果的には航空局の標準マニュアル以上のマニュアル内容がですね、というものを作らなければその他のマニュアルというのはあまり意味がないということになりますね。航空局標準マニュアル以外のものを選んだ場合は 8-1 もしくは 8-2 を入力する必要があります。熱い、はい、全ての内容ができたと。はい、次に進む、最後ですね、保険に加入してますかというところです。申請する際の保険加入は必須です。はい、対人対物の金額を入力して会社名と商品名、ね、両方入力して次に進むという形になっています。11番、実はですね2種類の許可証のタイプがあります。1種類目は通常の場合電子許可証というもの、もう一つは紙の許可証が今でも発行していただけます。何が違うのか、航空局の確認が押してあるか押してないかの違いです。紙の許可証を選択した場合は提出先への返却用の封筒の郵送が必要になってきますから手間はかかる、時間もかかります。さあ最後ですかね。でずらっとこう全部ができましたというところで右下の申請するというところがちょっと薄いグリーンになってると思います。でここでクリックできないっていう方々結構いらっしゃるんですけども、よーく見てください。キャンセルのというキャンセルというボタンの上のところに申請書の内容は間違いありませんかの右側に四角く小さい四角がありますよね。ここクリックしないと次に進めないんですよね。チェックをして申請をするというものが、明るくなったので、申請を行いたいと思います。最後にですね、申請した後に許可承認をいただく場合は何が出てくるかというと、今画面でご覧いただいている無人航空機の飛行にかかる許可承認書と無人航空機一覧というものが出てきます。これ登録している無人航空機の一覧が別紙になって出てきているというものですね。できればですね飛行する日の3週間以上前に申請を行った方が安全だと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は LIPS の登録について可能な限り解説を行っていきました。また解説の内容が分かりづらいではですね、ぜひぜひコメント欄に
記入してください。お願いいたします。できるだけ誠意を持って対応させていただきます。またですね、この動画がいいと思ったらぜひグッドボタンを押してください。そしてですね、もうちょっとで登録者数が1000人になります。本当にありがとうございます。ですのでチャンネル登録をされてないという方がいらっしゃいましたら、積極的にチャンネル登録をお願いいたします。で、1000人になると様々な機能が使えるようになります。例えば、全てまだ把握してないんですけども、ライブチャットですとかアンケート調査も使えるのかな、ちょっと僕まだ把握してないんで分かんないですけども、あと収益化の条件が全て整えば、収益化といって広告収入が入ります。で、広告収入どうやって使おうかなというふうに考えているのは、基本的にはこの動画を見てくださった方々にできるだけ直接還元ができるようなイベントの開催、例えばですね、無料ですとか非常に安い価格で標準マニュアルに沿ったトレーニングを一緒に行ったりですね、あとは皆さんで分からない点を話し合うためのイベントの開催をしたりですね、そういったものをしたり、あとはできれば全国いろんなところで飛行させて、景色を撮って皆さんにご案内をしたりですね、私の操縦に関する内容がどういったものだというのは飛行ログを交えながら全て公開していきたいと思ってます。そういった内容のためにこのいただいた広告収入というものを使っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。それではこの動画を見ていただいた皆様のドローンライフが充実しますように、ご視聴いただきましてありがとうございました。